はい、おはようございます。はい、今日どちらからいらっしゃいましたか？滋賀県から。滋賀県からですか？ありがとうございます。ちなみに登山ルート、下山ルートはどういうふうに考えてますか？通り尾根から、はい、穂高谷じゃなくて、石暮峠、はい、遠足尾根からですね、行きは、はい、ありがとうございます。どうして今日は龍ヶ岳を選んでいただけたんですか？来週の、はい、クラブの参考に向けてのトレーニング。あ、トレーニングですね。はい、ありがとうございます。一言聞いてもよろしいですか？はい、今日の登山について一言お願いします。龍ヶ岳楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日どちらからいらっしゃいましたか？名古屋から。名古屋から。はい、今日の登山ルート、下山ルート教えてください。登山ルートが金山尾根で、はい、下山は遠足尾根。遠足尾根、はい、はい。なぜ龍ヶ岳を選んでいただいたんですか？彼が初めて登った山なんで、はいはいはい、ちなみに初めてはいつ頃だったんですか？8年ぐらい前です。8年前ですか？ということは8年ぶりなんですかね？いやいや、何回も来られてるんですね。はい、他の年来てるんですけど、はい、じゃあ何かコメントありましたらどうぞ。はい、楽しんできます。はい、いってらっしゃい、はい、どうもありがとうございました。はい、動画なんです。はい、はい、じゃあ行きます。はい、おはようございます。はい、今日はどちらからいらっしゃったんですか？愛知県の方から。はい、今日の登山ルート、下山ルート教えてください。中道で行って、はい、遠足尾根で降りてくる。なるほど、はい。今日はどうして龍ヶ岳を選んでいただけたんですか？今日はね、ちょっとたまこの知り合ってですね、はい、皆さんと、はい、まあ、鈴鹿セブンマウンテンで、ということで、はい、あ、なるほどですね、はい、はいはい、なんかコメントありましたらどうぞ。あ、楽しんできます。はい、どうぞ。楽しんできます。はい、どうもありがとうございます。では楽しんできてください。いらっしゃい。はい、じゃあ質問します。おはようございます。今日はどちらからいらっしゃいましたか？名古屋の方から。名古屋から。はい。今日の登山ルート、下山ルートを教えてください。今日は金山尾根と遠足尾根を使って登ります。はい、ありがとうございます。今日龍ヶ岳を選んでいただいた理由なんですが、はい、人数が40人ぐらいでしたっけ？はい、どういった理由から今日は龍を山の中で先輩は登ったことがあるんですけど、はい、まだ後輩が登ったことがなかったので。なるほど、なるほど。引き継いでおきたいなというそれで登りました。差し替えなければグループというか会の名前を教えてください。龍ヶ岳ボランティア診療班です。診療班ですか？はい、はい、ありがとうございます。では気をつけて。はい、おはようございます。おはようございます。はい、宇賀 KTV です。今日はどちらからいらっしゃいましたか？名古屋から。名古屋から、はい。で、今日の登山ルート、下山ルートを教えてください。中道登山道で、帰りが、金山。はい、で、今日龍ヶ岳を選んでいただいた理由はどういった理由でしょうか？景色がいいからです。はい、どうでしょうか？誕生パーティーです。はい、ありがとうございます。どんな感じですか？いや、楽しみです。はい、ありがとうございます。じゃあ最後締めてください。頑張ってきます。はい、いってらっしゃい。